皆さんこんにちは、アップルニストです。本日は先日行われました J2 首位攻防戦、アビスパ福岡と徳島ヴォルティスの一戦からアビスパ福岡の見事な1点目を解説したいと思います。この試合、たとえアビスパが勝ったとしても徳島がほぼ優勝というような形だったのですが、アビスパの意地を感じた一戦でございました。いつも見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。この時点で2トップ4枚の中盤であること、つまり 4-4-2 で守備していることがわかると思います。キーパーに下げましたが、徳島はこの2人がセンターバック、そしてこの選手がボランチで、相手2トップの脇で受けて数的優位を作り、相手フォワードラインから前進しようとする人が見られました。左センターバックにボールが入ったタイミングで山岸選手がプレッシングに行きます。それをスイッチに福光選手も相手ボランチに対して外を切りながら中央に出させるようにプレッシャーにかけます。それを狙っていた重弘選手がインターセプトをし、奪ったボールからオーバーラップすることによってこの2人を一瞬引きつけ、さらに遠野選手もこの2人の間を狙うことによってこの選手を一瞬引きつけることによって石津選手をフリーにすることに成功しました。そして最後ワンタッチでシュートができる絶妙の弱いパスでシュートを決めたシーンでした。それでは流れで見てみましょう。アビスパの2トップに対してボランチが脇を取って数的優位を作って前進しようとする徳島、それに対してアビスパはセンターバックに入った際にスイッチを入れてプレッシャーに行き、外へのパスラインを切りながら中に仕向けることによってボランチのところでボールを奪い、ショートカウンターでボランチが背後を取ることによって相手を引きつけ、石津選手をフリーにしてゴールを決めたシーンでした。いかがでしたでしょうか。今回はこれぞアビスパという見事なショートカウンターだったのではないでしょうか。事実上決勝戦とでも言ってもいい最終節で J2 首位攻防戦、見事なショートカウンターからの得点でした。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。ソーシャルメディア概要欄の方からフォローの方よろしくお願いします。それではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。